さて、今年の夏はもう花火を見に来ましたか？いや、残念ながら花火はまだ見に行っておらんのじゃ。パッと光って咲いた花火、最高じゃの。パッと光って、あれ、そのフレーズどこかで聞いたことあるかも。そうだ、それってダオコと米津玄師の打ち上げ花火の歌詞じゃん。でも博士、打ち上げ花火って下から見ると丸いけど、横から見るとどう見えるんですかね。平たく見えるんですか？セニョールったら去年流行った映画じゃないんだから。はい、ではここでメキシコからお見えいただきましたセニョールさんからの質問です。打ち上げ花火、下から見ても横から見てもまん丸です。どうもありがとうございます。お、今週は質問コーナーじゃな。はい、では早速始めさせていただきます。では2つ目のご質問は、もしかして僕の花火は1つ目の質問なの？そうよ。では2つ目のご質問は、埼玉県にお住まいの S さんです。点検整備の中にシビアコンディションがありますが、シビアコンディションとはどのような点検でしょうか？シビアコンディションとは、使用環境が車にとってより厳しい使用状況のことを言うんじゃ。つまり車に負担がかかる使い方や乗り方に該当する場合はシビアコンディションになるんじゃよ。博士、具体的にはどのような使用状況なの？ではまずは僕から説明するね。スバルの場合、全部で4つ条件があるんだけど、1つ目の条件は悪路走行が多い。具体的には体に衝撃を感じる路面、石を跳ねたり私等で下回りが当たる路面、埃が多い路面の走行が全体走行の 30% 以上を目安とするんだ。最初の条件は悪路走行が 30% の場合ね。これに該当するケースは意外と少ないかな。次は？では今度はわしから説明するぞ。次は年間の走行距離が2万キロ以上と走行距離が多い場合じゃな。2つ目の条件、走行距離が多い場合は該当される方も多いかもしれないよね。3つ目の条件は山道、歩行半走行の多い場合、こちらも目安は全体の 30% 以上ですね。そして最後の4つ目は短距離走行の繰り返し、1回の走行が8キロ以下の場合が該当するんじゃ。走行距離が多いだけではなく、少ない場合も車にとっては負担となるんだね。以上4点。このような使用状況は車にとってシビアな条件となるため、きめ細かい点検、早めの部品交換が必要なんじゃ。これをシビアコンディションと言うんじゃな。はい、 S さん、ご質問ありがとうございました。大切なお車の調子を維持するためにも、走行条件に見合った点検が必要になるわけですね。はい、浦子くん、では次お願いいたします。はい、次のご質問は館林市にお住まいの K さんからです。 XV に乗っています。車検の時にブレーキフルードを交換と言われましたが、これって何ですか？交換は必要なのですか？はい、 K さん、ご質問ありがとうございます。自動車のブレーキは油圧式ブレーキといい、ブレーキフルードとは運転者がブレーキペダルを踏むことにより四輪の各ブレーキに力を伝達する液体のことを言うんです。エンジンルーム内を見ると、運転席の前にあるマスターシリンダー、黄色のキャップがついたタンクの中に入っている液体、これがブレーキフルードですね。そして車のブレーキは摩擦ブレーキといい、200度以上の熱を発生するので、ブレーキフルードは沸騰しにくいことが重要なんですね。万が一沸騰するとベーパーロックが起き、下り坂でブレーキが効かないってことも起きるんですよね。しかもブレーキフルードの特徴として、水分を吸収しやすい。そのため長い間使用していると空気中の水分を吸収し、沸点が下がってしまう。結果ベーパーロックが発生しやすくなってしまうんじゃ。あ、そうか、だからブレーキフルードは定期的に交換しなくちゃいけないのね。
そうなんじゃよ。そのため走行距離に関係なく期間で交換が決められておるんじゃな。はい、Kさんありがとうございました。ブレイクルールの重要性はご理解いただけたでしょうか。ではここでお時間となりましたので、また次回の機会にお送りしたいと思います。はい、埼玉にお住まいの S さん、館林市にお住まいの K さん、大変ありがとうございました。これからも随時受付しております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ではまた次の機会にお会いしましょう。進行は皆様の間のうらこ、回答はドクター須田でした。今回は僕も忘れてるよ。そしてセニョールでした。